どうもこんにちは。本日なんですけどね、こちら遊戯王マスターデュエル、前回の続きからやっていきたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね、あの Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要のリンク載せておきますので、フォローよろしくお願いします。ということで今日はですね、じゃあこれ、電脳世界に潜む昆虫っていうことで、ちょっとやってきます。よし、いきます。ちょ、みんなあのフレンド申請僕お待ちしてるんで、じゃんじゃんフレンド申請してね。じゃあ早速行こう。電脳世界、おう、電脳ネットワークの急速な進歩は大きな恩恵を人々にもたらし、人々にとっては我々の生活になくてはならないものとなっている。しかしその急速すぎる進化した変化はネットワークの片隅にいくつもの小さな不具合を残していった。初期は大した影響もなく単なる意味のないデータであった。ところがその不具合はデータの集積と学習を重ねていった。そして我々が気づいた時にはまるで昆虫のような姿を克服していたんだ。その目的は増殖および進化の専門家です。増殖および進化、気持ち悪いな。不思議なのは、答えの性質の方がマルタエンスの地のように同じ目的を持って活動しているんだ。何これ。我々の世界ではアリがアブラムシから蜜を得るためにアブラムシの天敵であるテントウムシを追い払うという総理強制が見られる。しかしアブラムシとアリは全く別の種であり、それぞれの目的は一致していない。不具合はもともと一つのデータから持っているので、形状が近いしているためだけに別の種に見えているだけなのだろうが、今となってはそれを何にせよネットワークに広がる不具合は見逃せないものとなっている。とりあえず何かあるいな。ネットワーク管理者たちは急速の成長進化の時は不具合をデジタルバグと呼んでいると。不具合を解消するために動き出す。お、なんかめっちゃかっこいいな。とりあえず、ね、デジタルバグすごい。電子昆虫モンスター素材をエクスシーズ召喚することで昆虫族のエクスシーズモンスターに様々な効果を持たせることができます。ランク357のエクスシーズモンスターを使い分けることができるのも特徴で、レベルを変更する効果や上に重ねるようなエクス使用ができると。電子昆虫、
よし、デュエル。お、ここだけに剣の壺がある。よし、これちょっと使おう。攻撃の剣というツボ、ちょっと説明しよう。ちょっと命を出して大丈夫、大丈夫これ。剣、強力な剣ってやつもちょっときついかもしれない。よし、はい、ダメだ。でも結構有利になってるんじゃないかなと思いますね。うわ、なんか嫌やな。シンスター、え、これ強くね。地味に削っていくスタイル。
ートルフェイス。結構ね弱っていってんじゃないかな。これ、ね、慣れてないんよな、俺も。ターンチェンジ。よし、ドロー。これ増殖するし、いいね。こういうカード持ってたんよ、俺。とりあえず召喚しよう。出た、スムスキー。出た、スム
効果とか絶対発生させたくないな。分からへんやり方が、やり方っていうかこれ見捨てるわ、しんどいはっきり言って。
負けたんちゃうかな。あ、これもう下負けだわ。多分これきついな。これは。はい、負けましたね。負けたわ。
とりあえずまずはエクスシーズモンスターを召喚して、このカード嫌なんよな。また微妙なカードみたいな。戻して強いよね。一緒の感じでいいんじゃないか。タネド。よし。デッキに戻す効果って恐ろしく強いよね。モンスターを揃えていこうぜ。すごいカードやな。何これ何これ、ちょっとごめん、ちょっと一旦これ分からんってなってきた。何来たら待って、手に加えるんや。
でしょ。とりあえずなんとか倒したらいいね。ごめん俺これ相当分からへんわ。今めっちゃ難しいこれ。これねもうイライラしてくるんですよ、操作方法が分からんから。ゴール、ゴール来ました。デジタルバグは電脳ネットワークをクリアする中で必要を結論付けた管理者たちは大規模な駆除計画を実行して大多数の技術者や労働者がこの計画でデジタルバグはなった不具合が解除されて、あのものが可視化したのつかの間で電脳ネットワークの技術が以前にも増して障害発生するのから削除しきれなかったデジタルバグがまだ残っていたのか。そう思って管理者が徹底的なスキャンを行った。当然ながらデジタルバスが見つかるのそうしてられたけど、障害の方も広がっている。この間、視界を受ける問題の原因は何だ。障害が起きる前に何が大きく変わったのか。ただ明白だった。デジタルバスが愉快なのか。管理者たちは悩みに悩んでいて、行動していたデジタルバスのデータネットワークの解放を考えられていた。デジタルバスは致命的な障害を収集し、ネットワークの安定に近づくことが、これはまるで、そのデジタルバスは、ミツバチを住む場所を提供することに蜂蜜を入れる。これと同様、デジタルバグに電脳ネットワークを提供することで障害を解消していたのだ。デジタル調整すげえ。電脳世界の向こう中クリアしました。ちょっと強制すごい、共に生きるっていうちょっと使います。お、いいんじゃない。新たな宇宙の目覚まったし、名前がもうやばい。あのなんかエレメンタルヒーローの。おはい、こんな感じでした。ちょっとまたね、あの次回やっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。あのもし一緒にデュエルしてくださるという方がいたらね、あのフレンド申請お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。では。Bye.